Hi Leo, welcome to my channel. We're gonna watch the guys be first bestie on limited shirt. You are my bestie. Let's watch guys, this looks good. I wanted these shirts too. Give me please. That was the... Oh my, I missed him, Anna. Yeah! Hajimarimashita. It's not killing me. Hajimarimashita. You are my bestie! BE:FIRST TV チックに行ってみましたが、この度 BE:FIRST のファンクラブがフルリニューアルしました。素晴らしい。フルリニューアル。BMSG のアプリ自体がリニューアルして、Be with you としてパワーアップしました。アプリリニューアルを記念して BE:FIRST プロデュース T シャツをリリースします。あ、 T シャツを作るっていうのはもう決まってるって、ね、そういうことです。 T シャツっていうのはそのタンクトップとかもありなんですか？一回それは考えよう。一回待ってます。一回待ってますか？一回です。そこは一回だけ。もうちょっと進んでから考えよう。もうちょい進んだら分かる。ということで、みんな新しいファンクラブ入ってくれましたか？より見やすいデザインになってると思うのでぜひ見てみてください。今日はその T シャツのデザインをみんなで考えるんですけど、俺らで考えるだけだとね、いつもね、ごたついてうまくいかないじゃないですか。なんで、今回ゲストをお呼びしました。そういうこと言うのよ。ご紹介しましょう。アートディレクターのつれさんです。いつもありがとうございます。 Well, he's talking good! まだスピーカー He didn't before like that. 作ってる方なので、例えば、ブンブンバックの MV の美術系とか、うん、ショーバックで着たあのデニムのありましたね。Really? とか、oh、my God. 最近で言ったらあれじゃない、あれもだよね。ツアーの、はい、ツアーの2着、革のやつ、ね、あれじゃない、あれもじゃない、車の、車のデザインもそう。あと龍平の持ってたあの拡張機、全てだ。拡張機だから、まあ、BMSG を作った人と、はい、そう、 BMC です。本当に衣装の後ろにあの文字とか書いたりとか、そう、それ今言ったの。言いました言いました。あと BE:FIRST ネオン、つねさんマジすごいからね。こんなの売ってるわけないだろうってやつ、大体つねさんが作ってるということで、っていう。いい、グレート、グレート。お願いします。お願いします。おいし。つねさん仲間に入っちゃったらもう実現できないものないまで。ないね。で、正味俺らがすることがない。俺がやるの全部。意味ねえじゃんそれだったら。せっかくなんで。もう7年。やつですね。Look at this rookie。でもちょっと一ついいですか、 T シャツ、うん、妥協せず値段ちょっといってでもかっこいいの作りたい。間違いない。でもそうだよね、本当にせっかく記念 T シャツだから。そう、マグポイントとか多かったじゃん俺らって、うん、あとプリントだけみたいな、ボディもいつも一緒みたいなのがまああったんで、ちょっと頭8個分けちょっと待ってください。ブランドからだよね、 T シャツのその。俺が今その T シャツ作りでパッと思いついたのは、うん、ずっとみんなアーティスト T みたいな、うん、はい、欲しいね、決定です。で、東京ドームのなんか写真、あ、ステージのなんか歌ってる7人の顔とかの。一つ懸念があるのはツアーティーとしてバックに日付とか入ってた方が。いや、そうなんだよね。アーティストティーだからね、クラックみたいな、なんか文字 BE:FIRST、はいはい、なんかそこのデザインはちょっといろいろこだわりたいですけど。なるほど。あとボディだよね。何のボディがいいか決め方あってますか？え、そういう順番的に決め方あってます？なんかどっから決めた方がいいとかあります？ないけど、ただボディとかその質感だったりとか、まあ今ほらグラフィックそういう感じにするっつったら、まあノイズというかテクスチャーはこだわりたいって言ってたじゃん。だからそういうのとか、まあ変えていってくれれば。これつねさんのマジ心強いな。あのプリン、貼り付けというよりなんかプリント感がいいよね、わかる。うんうん、あ、わかるわかる。それこそ今リュウヘイが聞いてるようなあの差がない感じ、 T シャツの。うん、うん。ライジュンス。染み込みのプリントみたいな。はいはいはい。っていうのでやっぱ T シャツ自体はまず音数は 重くない方がいいですよね。うん、どっちに振るかなんだよ。グッズとしてやるんだったら、まあインクジェットでバーってやっちゃった方がいいんだけど、はいはい、雰囲気出すんだったら昔のさハーレーダビッドソンのT シャツとかヘアブラシ、あの網点というか、うん、そうそうそう、なるほど、こっちがいいです。あ、これがいいね、ダラダラしたい、こっちがいいです。徐々に割れてっちゃうみたいな。あ、そうそうそう、やっぱ経年劣化はしてくるから、うん、インクだから、そっちの方が良さそう。それがいいですね、古着とかになって、うん、このクルンってなってるのもいい。なんかシワにならないけど薄い生地みたいな。ああ、わかる。なるほど。将来なんかわかるのがいいよ、ね、さ、中古で出てた方がいいじゃん、なんか首元が。Maybe a good necklace. Oh my god, what's going on? Whoopsie, whoopsie.Wait a minute, sorry. ただ俺的にはグループショットよりなんか
一人の写真を四方八方向いてるみたいな。はい、あの映画のテイストでしょ。なんかポスターみたいな。こういう感じだよね。みんなカメラ目線じゃない。八方向きみたいな感じ。いやなんかこう、こういうこと。なんて言うだろう。奥行きありつつの。すげえな。センスやな。もう。あとフェスティが近いですね。いろんなラッパーがいるみたいな。あ、なるほど。カラーは黒のそのグレーのウォッシュド系、それこそマナとか今着てるやつ系とか。まあでも一発目はもう黒一択でいいんじゃない。まあ確かに。こっち系。黒ウォッシュド。肩幅落とすぐらいでいいのか。え、穴とか開ける。もうなくて、もうシンプルに言ってます。最初なくていいんじゃない、うん、ダメージ的な格好なしで、シンプルめで。カラーだけちょっとその渋さだ。Well, they are pretty same things. B-first でかく入れたくないっていうのはあります。うん、あ、そうだ。でもあれじゃない、デザインでさ、B-first Just color different. あれによるっすけど。でさ、ここにちょっと縦っぽい、なんか。Like a T-shirt and hats?Oh my god, that's royal. あれもあるよね、バンドティーね。That looks good. あるある。But the style. 2000年の文字ピカピカさせるやつも好きだけどね。なんかちょっとラメみたいな。ラメみたいなついてるやつ。ある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 。え、その B ファンのその名前は、yeah, oh、He's cutting on hair. なんか他にさ、そういうのやるときって絶対こうメッセージとか書かれる。ありますね、なんか曲の名前とか。名前だったりとか、今回スペシャルだから、なんかこう好きな言葉だったりとかでもいいし、そういうのって入れるのどうなの？ビーファップっぽいフレーズみたいな。フレーズ上下で入ってるとか。マイスタープランでもいいけどね。マイスタープランもいいと思うし。まあ、なんかあれだよね、一個の着地点で、ね、セーブ点っぽくなるよね。マスタープランの時の T シャツかってなるのは嬉しい。ああ確かに。そうね。後ろにマスタープランはあっていいと思う。うん、表は結構顔とあれでいいと思うんだよね、私的には。でも絶対かっこいいですね、これ。これいいぞ、いい気がする。すべて理解してもらってる。昔からこれやりたいって言ったのがあったんで。あ、そうなんだ。なんで、やっぱ話が早いというか。よく思いか、よくここで出してくれたんで。いや、T シャツって言った瞬間に俺にはピカーンってくれた。最高。価値残したいからさ、サイン入りとかさ、3着だけ出したくない？プリントをサインは。え？普通にマジのサイン。マジで。ああ、いい。3着ぐらいサイン書いて、あのもう放出して、マジ少なくていいね、販売もちょっとなんか、ちょっと手に入らなかったぐらいがめっちゃ嬉しい。あの時のあれ持ってんのみたいな。そうそうそう、手に入らなかったことが、その代わり高いっていう。そうそう、レアみたいなにしたいんだよね。急にこれ出したらバカ売れすると思うよ。写真でいく？絵っぽい写真。どっちでもできるよ。雰囲気出すためにこう顔のサイズとか、一人はマイク持ってこういうポーズ撮ってたり、一人は顔のアップだったりとか、そのバリエーションがないと成立しないんだよ、ああいうのって。多分雰囲気出ないから、その辺は決めてほしいかも。うん、なるほど。全員同じサイズ着てんの？いや、そう全然できるけど、あんまこう真ん中にドーンって誰かっていうのはちょっとまた違う、ね、さっきのレッスンみたいな。このなんかこういうなんか、そうなんかこうわちゃわちゃ感というか、煙というかスモーク焚いてるようなふわーって中で、わーって。デザインの色感はあった方がいいよ、うん、ウォッシュドグレーにどういう系の色でデザインするか。マスタープランのあの赤緑の、あ、あの雰囲気とか出しても面白いです。ボディはだからオーバーサイズっぽい感じがいいんでしょ、最初に言ってたの。マナトの今のとかすごい。じゃあそれ一回立ってみて、一回立ってみて。これ音声がちょっと重すぎだよね。これちょっと熱いよ。形の話。あ、でもいいね。切ってもいいしみたいな風に作った方がいいんじゃない。うん、いいね。ちょうどいいよ。結構身幅はあるし。幅。え、首は？首ちょっと詰まりすぎじゃない？多分リブが大きいだけじゃない。あ、リブは確かに大きくなくてもいい。リブをてか柔らかい方がいい、リブは。リブはそうそう、柔らかいリブの力。うん。シュント一回立ってみてよ。これのちょっとそう。いや、マイクやだな。お前首ちょっとやばいな。マイクやだな。これぐらいを XL にして、あ、いいじゃん、いいじゃん。LM。あ、そっからサイズグレーディングしていってね。あ、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。形的にはすごい。うん。あ、いい。形めっちゃいい形。ちなみにその裾というか、それはカットオフみたいな感じなのがいい。良かった。あ、いいけどね。俺はめっちゃ好きだけど、個人的に。まあでも自分で切っちゃえばいいんじゃないですか。自分で切ればいいんじゃない。やめてよ、マイク持ってカワチンみたいなやつ。今日はこれ来ますね。It's cute. My God. This Mac was so quality, by the way. ある程度まとまったということで。So. 楽しみですね。楽しみですね。これでなんかね、ライブとかね、来てもらえたら、はい、すごい。確かに。すごい。そんな景色が見れるんですか？結構上がるね。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。上がる。上がる。超イケてる。ということで、乞うご期待ということで。皆さんありがとうございました。お願いします。Yeah. お願いします。皆さん楽しみにしててください。またね、バイバイ。またね。 You are my bestie。ただいま8月中旬です。Oh, the after we're seeing this. Okay.
ただいま8月中旬です、あの日から4ヶ月経ちました約。どの日から？どの日でしょう。はい。あの日はちょうど、はい、もしかしてあの最強 T シャツを作り始めた日ってこと？そうです。ありがとう。すごいね、寄り道せずに、ね、まさかまさか完成したの？そうなんです。完成しました。完成！イエーイ！完成！こちらです。Oh, that is so happy. Oh my god! こちらです。Oh my god! いいよ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 。迫力すごい。Oh my god! いいめっちゃいい。いいね。Oh my god! What a rational! Oh my god! Ooh, looks good.これさ、めちゃくちゃ俺らさこだわったよね。こだわったし何回も試行錯誤をしまして本当にやりたりして生地から形からデザインの質プリントの質まで、うん、そう本当に何から何まで何回もレスポンスさせてもらってレスポンスキャッチボール放電勝負Tシャツの糸とかもね糸もやったよな。あと作る糸もしっかり糸もやったな。そして見てください。裏面がすごいです。裏がすごいです。日程だこれ。何の日程？レオくん言ってみな。これは日程です。下手か。レオくん日程です。今までのアリーナツアーから This material is looking good by the way。 僕らの今までの本当に今までの奇跡全部のライブですね。デビューライブファーストワンマンショーからのいいね。このクラッシュがいいね。いいね。これどんどん選択しちゃう感じね。ガシガシいっちゃってください。全体的に推しのなんですよね。これそう、ね、これでも味出るようにBro, this is 選択したもん勝ち。切れば切るほど味が出る。そう From beginning? 偉い。俺らが来たところを見てみたくない？みんなが来たところ、ね、俺みんな絶対にやと思う。ね、ちょっと着替えんのめんどくさいから。いや、だから任せて。一発で着替えられない。任せて。みんなじゃあ用意しよう。ちょっと任せといて。え、用意ってできる。全員さ、このポーズ見て。このポーズ？これじゃなきゃ魔法かかんない。この魔法なんてあるんすか？え、魔法なんてあるの？魔法お願いします。いいよ。ワンチャンソード！ワンチャンソード！ワンチャンソード！シーン！カチャ！うわ！え？すげえ！はい。なんで？すげえ！オーマイガー！ハーッ！This is gonna be iconic for Greece looks like 提案して作らせてもらって、はい、生地との中も最後の最後までこだわり尽くした、うん、アーティストティーツアーティーになっていて俺が一番好きなのはこの日付じゃなくて年数が入ってるんですよね。でもこれ紛れもない一発目の BE:FIRST としてのアーティストティーになるので僕たちがでかくなればなるほどもう本当に一発目のアーティストティーってレアになるよね。みんな言えてないな全然、うん、興奮状態だね。これ割れんすよね。うん、そういいんだよね。あ割れるのかこれ。やってた今。行きます。これ両機の顔割ります。おなんでだよ早速。割れんすよ。そうこれがいいんだね。この割れてくのが。これがいいんすよ。洗えば洗うほど割れてくから。パキパキにしてほしいよね。あっちが出る。あっちがね。あっちに出る。これ真っ白になるぐらい来てほしいよね。いやそれはちょっとやりすぎかも。真っ白になるか。それやりすぎやろ。僕が好きなところはこのボディですねやっぱり。着心地もいいですし色もいいですから。これは僕を結構お気に入り。将軍はそうっすね。靴かわいい、ね。まあ、靴そうね。やっぱ靴がかわいい。SB かわいい。将軍靴いいね。そうカラフルなんだよね。そこじゃないでしょ。そこじゃないで。うん、ないでよ。ないで。まだ真っさらな状態なんで。うん、なんかないでないで。切ってもいいし。そうね。切ってもいいし、ね。俺なんかちょっとダメージ入れたいなと思う。わかる。わかるっすね。一回だったら選択してもいいかもしれない。なんなら柔らかくなっても全然いいし、ね、そうしてほしいと思う。首元とかも詰まってるんですけど、うん、これ全然よれてきてもめちゃめちゃいいし、そう、ちょっと硬いリブだったんですけど、うんうんうん、ちょっとよれるくらいがいいって言って、うん、若干柔らかくしてもらったんですよ、うん、何回会議したか分かんないくらい会議してます、ね、間違いない。
あ、じゃあ次リョウキじゃない？そうっす。いやまあやっぱそのこう来た時の後にこう胸張った時に出るこの盛り上がりが、いや、それは筋肉の話じゃないかな。おめえの体の話じゃん、それは。すっげえ、リョウキすげえ分かってくれてる。本当だ。本当さ、そういう笑いの勉強もできるんだ。お笑いの勉強、そこから理解してくれてるぞ。すげえなって。いやいや、感心すんな、そんなことで。俺が一番恥ずかしい、ちょっとしぼんじゃうわ、そんなこと言われたら。ということで、次お願いします。そういうことです。また、お返しします。あと最後いいの出そう。なぁ、出してくれたよ、みんな。いや、お前はまだ出せる男だ。なんか、これはお前に出したし。誰か添えて。何これ添えるだけ。ちょ、シュートが上手くなります、これ。嘘つくな。なぁ、やめようよ。嘘は良くないか。いや、経年劣化楽しんでくださいということで。なぁ、まあ、でもまさにこれいいです。そうっすね。だから、あの、このアーティスト時代が大事に着ようとかじゃなくても、なんか作業するときは何でもいいです。その人の生活スタイルが T シャツ染み込んでいくんで、それを楽しんでほしいなというふうに思います。めちゃくちゃいい。ダメやね。めちゃくちゃいい。いや、本当になんかいろんな僕たちもアーティストさんと、あの、共演させていただくこと増えたじゃないですか。そのときに、あの、アーティスト T を着てるスタッフさんとかいるじゃないですか。例えば BE:FIRST チームのスタッフさんが BE:FIRST のアーティスト T とか着てると、なんかそのチームがより一層かっこよく見たりするから、ベスティにとっても、あ、結構重要アイテムになってくるんじゃないかなって個人的には思ってます。いいとこつくね。あの、これ何にしろベスティしか買えないの。そうなんですよ。なんと、はい、これやばくない？通販サイトとか開いても出てこない。出てこない。ちなみにめっちゃ気になってたんですけど、来た、ワンデー、はい、これ何万円するんすか？いや、予想いって、予想いって。いいとこつきます。はい、予想。何万円だ？予想、予想いって。予想何万円？いいとこつきます。僕は BE:FIRST にかけて1万1000円とか。1万1111円だと思います。いや、で、しかもこんだけこだわってるから、そう、絶対に1万1000円いく、絶対に。いや、もっといくっしょ。いや、俺はもっといくと思うよ。3は超えるかな。3万。ちょっとお前やりすぎかな。俺らアーティスト T 買うのめっちゃ好きだけど、やっぱここまでこだわり尽くしてるやつって全然10万とか超えちゃうし、なんなら60万とかさ、昔のヴィンテージだとあるからね。さあさあ、お値段は、お値段を発表したいと思います。いや、絶対俺1万1000円。3万。気になるお値段。気になる。お値段は、Oh my. Ah, again? Come on, guys. Ah, sorry about that. Guys. In a minute. One sec. God, it's taking so long. What is this?Sorry, just 5 seconds. Zero. 下の位からね。Zero. Zero. Seven. 破った。ね。破った。7000円です。うわ。すげえ。あ、すげえ。やぶれた。蓋すな、蓋。蓋すな。7000円だ。俺高校生だったら100巻も。うん、俺も高校生だった。俺も。え、俺結構これアーティスト T 7000円だったら買うよ俺。いや、俺も在庫からしちゃうかもな、これ。おい、すごいな。3万だと思った。でもさ、ここまでこだわってさ、作って7000円だから。本当に。個人的には。俺ら的には。安ってなるよね。嬉しいよ。特に。なんかここまで抑えてこれを作ってくれて。1位は超えるみたいなこと言われてたから。そうそうそう。BMSG側も頑張ってくれたってことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやらしい。ありがとうございます。俺らが活躍するするほど、やっぱアーティストって言って上がってくるから。10年後とかやばいよ。確かに10年後とか。今が一番チャンスってことですよね。今がチャンス。今がチャンス。なんか今がチャンス。先着10名とかなんじゃない？この T シャツのおかげで俺らも頑張れるし、ベスティもこの T シャツを着て、なんか、誇らしく思ってほしいよね。はい。先着10名とかじゃないのこれ。それでは、しゅんとくんが気になっている詳細を発表したいと思います。俺は詳細が一番気になるんだよ。ディテール。じゃあ教えてやろう。こちらの T シャツは先ほど聞いてください。ごめん、聞けよ。聞くぞ。やっちまうぞマジで。ワンチャンソードで。17。あんる looking crazy girl。 お納めください、お納めください。それだけはしょうがねえな。地割れが起きてしまいます。
詳細を発表したいと思います。はい、思います。ファンクラブベスティ会員限定でしか買えません。まず、はい、え、将軍、さっきも言いましたよね。将軍、さっきも言いましたね、はい、入ってる。そして BMSG ショップでお一人様1枚まで、うん、これ今11で1ってことは受注生産ってこと？ノーノーちょっとね、いいとこつくね。わあ、いいとこつく。お届けは9月発送分だけ、はい、だけ、うん、最初は数に限りがあるんですけど、はいはい、限定数達した場合は受注生産に切り替わります。わ、必ずあのお求めの方は1人1枚買えるので、はいはい、一緒に来ましょうよ、うん、学生の人とかは普段みんな制服とか着るから、なんか友達と遊ぶ時とかになんか私服見るの珍しいなって思うじゃないですか、うん、そういう時にこれを着てって、うん、アーティストにくれたらもう俺は本当に誇りです。高校生として、ありがとうございます。レッスンとかにも来ててください。あ、確かに確かに、レッスン行こう、ダンスレッスン行こうぜ。本当にこれ見てよ、これこのシンプルかつ壮大なデザイン、ちょっと脱いだ方が分かりやすい。シュントの背中にぴったりだでも本当にそんな1枚になってるので、誰でも1枚は絶対買えるので、買う、俺も買います。俺も買う、俺も買う、あ、いいね、俺もらおう、俺もらおう、俺あの事務所にお願いして1枚いただく。それでは来て事務所にお願いして1枚いただく。それでは、この T シャツを着て事務所にお願いして1枚いただく。それでは、この T シャツを着て事務所にお願いして1枚いただく。それでは、この T シャツを着てライブに遊びに来てみんなのコーデを僕たちに見せてください。ガッツサンタンタン、ワンチャン。そんな安売りしてないから、次回の You Are My Best でお会いしましょう。お疲れ様です。そんな安売りしてないから、オッケー、はい、もらえる、早速 YouTube っぽくね、 YouTube っぽくじゃんけん、勝負で勝てばいいんだよ。肩もらえる、これもし勝ったらもらえる、早速勝つ、勝つ、絶対勝つ。じゃあ視聴者の皆さんも勝ったらもらえますから、はい、勝ったらね、勝ったらもらえますよ。グーかチョキかパー、オッケー、いきます、勝てる勝てる、せーの、将軍じゃんけん、じゃんけん、どうぞ。オーマイ、お前らに勝ち目はない。なんで？ゲットード。なん？お前らに勝ち目はない。お前らに勝ち目はない。ありがとう。Right, that's so funny. ありがとう。Oh my God.Good. Anyway, if you guys learned about the first, please comment down below, guys, and take care of subs, and bye-bye.